人形遣いと公主代は2010年に刊行されたアラン・ブラッドリーの推理小説少女探偵フレービアシリーズの第2作目にあたる1950年イギリスの片い中にあるバック小僧に住む11歳の科学大好き少女フレービア・ドルースは教会の墓地で BBC テレビでおなじみの人形遣いルパート・ポースンとアシスタントのニアラに出会った バンが故障して困っている二人に、デンウィン司祭は村でバンを修理している間に、教会区ホールで人形劇を演じてもらうよう依頼する。二人のテント場として、ゴードン・イングルビーが経営するカルバーハウス農場のジュビリー畑が当てがわれることになり、フレービアは二人を案内するが、車でカルバーハウス農場に向かうには、公主大森を迂回する必要があった。公主大森で、 イングルビー夫妻の一人息子で、フレービアと同い年だったロビンが首を吊って死んでいるのが発見されたのは5年前のことだった。ロビンを発見したのは、甲州大森に住む頭の少しおかしいマットメグだった。ロビンの死は事故死として処理されたが、イングルビー夫妻はそれ以来、引きこもるようになってしまっていた。 フレービアはゴードンとルパートが以前からの知り合いであることを偶然二人の会話を断ち聞いて知ってしまう。また、ニアラがルパートの子供を身ごもっていることを知った。フレービアはニアラからルパートには内緒にしておくよう頼まれる。そして人形劇が上演される土曜日になった。演目はジャックと豆の木。二回公演で午後は子供たちのための部。 夜は大人たちや家族連れのための部であった。午後の部が始まると、観客は思わず、息を呑む。木彫りのジャックの顔は、まるで死んだロビンをモデルにしたかのように薄気味悪いほど、似ていた。それでも、ルパートの妙義に、観客は、夢中になるが、幕を下ろした途端、マットメグが悲鳴を上げる。悪魔がかわいそうなロビンを捕まえちまったんだ。夜の部でも、ジャックの顔を見た観客は、 同じように息を飲む。フレイビアは観客の中にイングルビー夫妻を認め、妻のフレースがその場で凍りついたように目を大きく見開いているのを見た。そして人形劇のクライマックスでジャックが豆の木を斧で切り倒すと空から落ちてきたのは巨人ではなく瀕死のルパートだった。なぜ人形劇のジャックの顔が死んだロビンそっくりに作られたのかは作品中には説明がない。 ありがとうございます。